もこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、こちら、じゃーん。グレールの春アウター2点と6点、春アウター2点、ニット6点、その他アイテム4点が入ってる12点セット福袋5999円のものを開封していきたいと思います。はい、ということで、これが届いてからですね、約1ヶ月経ちました。やばい、ずっとこれ玄関に置いてあったらしいやばい、本当にちょっと本当最近おさぼりさんだよね、やばいよね。あとこれさ、4月の28日の12時から14時の間に届いて、今日撮影してんのがですね、23日です。最近さ、めちゃくちゃ暑いじゃん。春アウターとか別にいらんぐらい暑くなってきてるじゃん。まあでも夜は、まあ、若干寒いから春アウターいるかなっていうことで、まだギリセーフだよね。まだこれ開封しても大丈夫だよね。届いて1ヶ月経ったから、まあもしかしたら売ってないのかなと思って調べたら、ちゃんと売ってました。まだ SML 在庫ありでございます。なので今回私が開封してみてよかったなって思ったら、みんなもチェックしてみていただけたらと思います。はい、ということで今回ですね、 S サイズを買いました。個人的には M サイズの方がたくさんなんかバラエティ豊かなものが入ってるって毎回言ってると思うんだけど、でもやっぱりパンツとか出た時、私 M サイズだと本当にブカブカというか、ウエストがね本当にちょいと違う、別にさそんな嫌味待って、じゃあ嫌味っぽく聞こえてたら申し訳ないんだけど、本当にね昔よりさウエストが本当に細くなって嬉しいんですけども、だからさ、せっかくさ着るならさ、ちゃんとぴったりしたものがいいじゃないですか。そうだから今回はS サイズを買いました。あちい、部屋が。このさ、なんかこの今のこのさ時期に冷房とかつけたら多分6、7、8月とか絶対死ぬよね。だからと思って私はまだつけてません。っていうかさ、髪染めてからさ、動画出すの初めて、もしかして、かもしんない。まあなんかそのお仕事関係で撮影して編集してあるやつはあるんだけど、多分それより前に出るからって考えたら、髪の毛染めたよ。なんかショート動画もさ出そうと思ったんだけど、なんか最初に TikTok の方開けちゃってさ、だなってちょっと報告してなかった。ハイトーンにしたの。やったー、どうかな。でもね、もうちょっと色落ちしてきてね、本当はねミルクティーブラウンみたいなのにしたんだけど、結構色落ちしちゃって、もうちょっと金髪ちょっと何しとんねーになっちゃったんですけれども、こんな感じ。どうでしょう、インナーはね紫のまんま、違うちょっと紫を入れてもらった感じかな。でちょっとね今日色落ちしちゃったからさ、自分で染めようかなってカラーバター買ってみたんだ。だからまたこれもショートにしたいなって思って、もうさ動画はさたくさんあるのにさ編集が追いついてないな、ちょっと困っちゃうよね。ラインナップじゃあ紹介したいと思います。アウターがですね ABCD の中から2アイテムで、ニットが ABCDEF の中から6アイテムで、その他が4アイテムということで、相当ねちょっとお得なものになってるんですけど、これさ今の時期ニット着ないよね。で1ヶ月ってこんなにさ変わるもんなの。ちょっと待って、ほんとごめんなさい、すぐこれさ編集して出しますわ。てかさ、もうなんか声がさかすれてやばいんだよね。声かすれてるよね。てかね、今日ちょっと紹介する前に一エピソードだけ話させて、最近ね鼻水とくしゃみじゃねえや、鼻水と咳がすごいので、今日ねグッドネイルに行ったんだけどさ、フットネイルしてる最中にもうほんとおえつするぐらいの咳が出たので、もうほんとにやばくって、なんか喘息なんですかって思うぐらいのほんと咳が出て、でそこはねまあネイリストさんと私しかいなかった空間だったから、あほんとごめんなさいほんとごめんなさいって言って、そこの場をしのいだのね。で帰りの電車はでももう咳おえつするぐらいの咳出ちゃって、おほん本当にしんどかった。この一杯しかも満員電車だったの、帰宅ラッシュの時だったから、そう満員電車ですっごい咳込んじゃって、でも本当に降りたいんだけど全然息つかんし、もう本当にしんどくって、もうそういう時ってどうしたらいいんでしょうねっていうお話でした。はい、ということで、すいません、余計な話しちゃうんですけれども、紹介していきたいと思います。じゃあまず1点目いきます。せーの、じゃーん、こちらでーす。私ちょっと、わからないんですけど、かわいいサンダル。ちょっと、サイトには載ってないんですけれども、こちらが出ました。かわいいやつでーす。ありがとうございます。コンビニ行くときに履きたいと思います。はい、ということで2点目いきまーす。じゃん、多分これスカートかな思ったこと言っていいですか？ごめんなさい、おばっぽいなってちょっと思っちゃった。
みません、ちょっと聞かなかったことにしてください。違う、スカートじゃない、ワンピースだ。じゃーん、こちらでございます。ちょっとサイトには載ってなかったんですけども、なんかちっこい花柄のワンピースですね。すっごいなんかつぶ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 って感じだね。あ、なんか可愛いけど私には似合うのでしょうかという感じですね。こんな感じですね。すごいね、すごいよこれ。画面越しで見たら、このちっこいさ、このモニター越しで見てるから余計すごいね。まあでもなんか着痩せはしそうだな。骨格ストレートさんにはめちゃくちゃ持ってこいの形ではあるなっていう感じでございます。はい、ということで3点目いきます。じゃん、出ました。だから夏あたりになってくると必ず1枚入っている T シャツ。なんか前回が本当に良すぎちゃって、前回以上越すものがないような気もしなくもないんだよな。じゃん、こちらです。ロゴプリント T シャツ、お値段999円になります。こんな感じの T シャツです。なんて書いてあるんですかね。まあ可もなく不可もなくって感じですね。まあたくさん着れそうですね、今年の夏も。なんか毎年さ、毎回毎回この夏とかになってくるとさ、こういう T シャツ1枚入ってるからさ、もう本当にありがたいですよね。 T シャツ買わなくてもいいの。でも T シャツ買わなくていいのにさ、もうなんか ZOZO タウンでさ、一昨日ぐらいに頼んで今日届いたんだけど、夜中にネットショッピングするのさ、すっごい好きでさ、いっぱい買っちゃったんだよね。4着ぐらい T シャツ買ったかな。白 T と黒 T とボーダーとかなんか買っちゃいました。はい、ということで次4点目いきます。じゃん、おお、緑のパンツだ。いいね、パンツで S サイズっていうのめちゃくちゃ嬉しいわ。めちゃ色あるやんこれ。じゃん、こちらです。センタープレスストレートパンツ、カラーがグリーンでお値段が1699円のものになります。これね、めちゃめちゃね、カラーがある。何色あるんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,27色ある。やばくない？27色あるうちのグリーンが出ました。このセンタープレスだから足長く見えるくない？え、てかさ、これとこれでも全然もうさ、もう完璧やん。ボトムスに入ってるの嬉しいわ。はい、ということで次5点目いきます。早いですね。え、待って、終わった。その他4点もう終わりましたね。サンダルとワンピースとパンツと T シャツ終わりました。ここからはニット6点と春アウター2点になります。はい、ということで5点目いきます。じゃん、はい、ニット、ボーダーニットか。待って、ニットってもう着ないよね。あ、かわいい。これはちょっと全然着たい。かわいいけど私に似合うかな。え、ソールドアウトじゃん。しかもじゃん、こちらでございます。スウェイボーダー柄フレアスリーブニットトップス、カラーがオフホワイト×ブラックで、お値段が1499円のものでございます。これね、もうソールドアウトしてます。まあそりゃ1ヶ月も放置してればソールドアウトにもなるかなっていう感じなんですけれども、これですね、オフショルにもなるしっていう感じかな。超可愛くない？これでさ、袖がフレアになってんの。え、可愛い。え、でもこれさ似合うかな。私もう最近さ、こういう T シャツとかさ、なんかこうそういうのしか着てないからさ、でも楽しみです。はい、ということで6点目いきます。じゃん、待って、私これ持ってる。去年買ったやつや。しかも同じ色。え、誰か来ます？多分普通に去年のグレールの購入品紹介でも紹介してたと思うんですけれども、こちらでございます。ミルキーモヘアタッチニットトップス、カラーがピンクでお値段が1299円のものでございます。これは本当に女の子が着たら全員可愛くなるんじゃないかっていう、トップスですね。これね、多分ね、インスタにもね、去年載せたような気がするな。去年、いや一昨年ぐらい。え、待って、一昨年にもか、え、ちょっと待って、一昨年買ったのか。え、なんか時の流れが早すぎて頭がついてかない。多分一昨年ぐらいのインスタの投稿へのスターはこんな感じのやつです。結構ローゲージなので、中に着るものを考えないとスケスケになっちゃうよっていう感じのニットトップスでございます。あー、なんか耳も聞こえづらいよ本当に。またさ、細っきるの嫌なんだけど、なんか鼻すすりすぎてさ、一回耳に水が溜まっちゃって鼓膜を3回ぐらい切ったんですよ。今それまた再来してる気がする。本当に最近もう本当に辛いんだよね、超痛いんだよね。はい、ということで何着目だ。7着目いきます。じゃん、おお、絶対私は似合わないタイプのやつ。すっごく素敵なトップスが入ってましたわ。タマちゃんとかの方が合いそうだ。タマちゃんに似合いたいな。じゃん、こちらです。ラメフェザーニットカーディガン、カラーがピンクでお値段が1499円になります。可愛いけど私は似合わない気がするな。なんかこういうさ、パールのついてるカーディガンって私苦手というか、顔に合わないというか、性に合わないというか、ちょっとあれなので、タマちゃんがちょっとすっごい似合いそうですね。
ちょっとたまちゃんにあげようかな。でしかもピンクかって感じだよね。ハッピーバッグなのにさ文句言うのほんと最低だよね。これさちょっとワンチャンブルーだったら着れた説もあるんだよね。でもすっごい可愛いんだよ。可愛いのしか可愛いしめちゃくちゃもちもちしててふわふわしてて全然チクチクしなそう。はい、ということで次8点目いきます。じゃん、こちらです。ロゴバイカラーニットトップス、カラーがアイボリー×ブラックでお値段が1999円になります。こういうさトップスあんま着ないんだよね。てかこれはさすがにさ暑いかなっていう感じがするな。もし着るとしたらもう 秋口とかかなって感じですかね。ちょっと何て書いてあるか調べよう。アタッシェって書いてあるんだって。外交使節団の職員で軍事系、漢字も読めねえや。なんか職員らしいです。アタッシェですって。はい、ということで次9つ目いきます。じゃん、待って、本当にさあ、そういうこと？春ってことだから春カラーがいっぱい入ってるんだ。だから私の好きななんかさ寒色系とか入ってないんだ。ピンク、ピンク、緑、黄色、こんなの春カラーでしかないでしょ。絶対似合わないじゃん。わあ、そういうことか。そういうことだったのか。私パーソナルカラー診断ファーストが上目夏でセカンドがブルブ冬なので完全にこの色は似合わないですね。ありました、ビジューボタンショート丈ニットカーディガン、カラーがイエローでお値段が1599円のものになります。可愛いんですけど、可愛いんだよ、可愛いんだけど黄色かっていう感じかな。これさブルーもあるやん。なんで今回ブルー系出ないんだ。え、でもさこのビジュー結構大きくて可愛いね。可愛いけど私の顔には合わない気がするな。最近クマがひどいですね。はい、春カラーですね。どうでしょう。でもやっぱりさこうやって合わせるとちょっとくすむよね顔色。白の方がさまだ合うくない。白の顔色とこうやってこれを持ってきた時の顔色ってさやっぱりちょっとくすむなっていう感じするよね。で、すごい本当にパーソナルカラーって。前だったらさ、前の私だったら、この黄色かわいいと思って買ってたと思うんだけど、絶対似合わないのね。でも似合わないって分かってなかったから、多分黄色買ってたと思うし、でもそのさ、パーソナルカラーっていうのを知ったから、もう黄色なんか買わなくなったから、みんなさ、パーソナルカラー診断行ってみてほしいです。はい、ということで、10点目。ニットこれでラストかな？じゃん！ニットです。じゃん、こちらです。リボンブローチ付きカーディガン×ビスチェニットアンサンブル。カラーがブルーグレーで、お値段が1699円のものになります。やっとブルーグレーっていうなんか、私が好き系の色が来ましたね。ニットキャミ。あと、カーディガンとリボンのブローチが付いてました。これならワンチャン着れそうだけど、ちょっとこのニットがニットすぎてるなっていう感じがしますね。ちょっと本当に、1ヶ月放置した本当に私がバカだった。ごめんなさい。こんなバカデカ段ボールこんなで玄関に1ヶ月も放置しとくとか本当にズボラすぎるよね。だからやれよって感じだよね。ごめんなさい、本当に本当にバカ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 。ということで以上ニットでございました。でラストアウター2点ですね多分ね。ちょっとね待ってる、おいくん居心地いい？いいね、そこね。はい、愛おしいですね、本当にうちの子は。はい、行きます。じゃん、え、待って、どういうこと？え、待って、どういうこと？こちらですね、マルチウェイトレンチコート、カラーがアイボリーかな。お値段が2799円のものでございます。すっごい生地がしっかりしてる。てか、これ2900円でいいのって感じ。こういう感じだね。トレンチに、ベルトがついてて、あとはこれですね、長袖でも着れるよってやつのやつですね。これだけでも着れるよってことなのかな。え、待って、めっちゃ汚れてんだけど。わ、見えないか。わ、でも可愛いわ、可愛い。でも可愛いけど、私ね、なんか年々ね、トレンチコートっていうものを着なくなるんだよね。てか、トレンチコートってなんかさ、綺麗めになるじゃん。綺麗め得意じゃないからさ。てか、なんで私これ買ったの？こんな文句ばっか言って。いや、本当にごめんなさい。あんま文句とか言いたくない。文句っていうか、違う、文句じゃないんだよ。ちゃんとお金払ってるから別にさ、いいよね、言っても。これに対してちゃんと提供とかじゃなくて、本当に私これ、毎回ね、自腹切って買ってるからさ、いいよね、ちょっと。言いたいこと別に言って、え？ダメ？え、言っていいよね。なんか私、春のハッピーバッグ、私買わない方がいいかもしれない。春服があんまり好きじゃないからさ、そもそも。どちらかといえば冬服か夏服の方が好きだからさ、もしかしたら買わない方がいいかもしれないなって、ちょっと思っちゃったな。ごめんなさい。なんか嫌な気持ちになっちゃったらごめんね。でも、正直レビューしていくよ。ということで次ラストですね。はい、じゃーん。デニムジャケット！これは嬉しい。
ということでこちら最後ですね、ビッグデニムジャケットカラーがインディゴで、お値段が2699円のものになります。見た通りビッグデニムジャケット結構大きい。だからなんか私結構さダボっとしたお洋服が好きだからさ、それの上に羽織るのであればオールオッケーって感じだね。はい、ということで以上12点で揃いました。ちょっとパッとの感想ね、ザ春服みたいな感じのお洋服がたくさんありました。そりゃ春のねハッピーバッグだからそりゃそうなんですけれども、ちょっとねこれは着れるかな、ちょっと来年になりそうかな、おわ私はちょっと似合わないかもしれないので誰か着てくれる人いるかなっていう感じで探したいなって思うんですけれども、一旦全て着てみたいと思います。はい、ということで着てみました1着目こちらのワンピースです。こんな感じのシルエットなんですけども、骨格ストレートさんはめちゃくちゃ着痩せすると思う。でなんかね足ね少しスリット入ってんのこんな感じでね可愛いんだけど私には似合わないですね。髪色なのでしょうか、多分これがね黒髪とか前の髪色だったらワンチャン似合ってたかもしれないけど、ちょっと肩幅があれですね。ちょっとまあデコルテは結構開いてていいなって思うし、その胸元のデザインとかめっちゃ可愛いんですけども、ちょっと今の私には合わないですね。はい、ということで次。はい、ということでトップス T シャツとこのパンツ履いてみました。こんな感じですね。まあ可もなく不可もなくって感じですね、 T シャツとパンツに関しては。パンツなんですけどもこんな感じですね。ちょっと私 S サイズだけどちょいと丈長めではあるんですけど、なんか靴を履けば大丈夫かなって感じ。はい、ということで次。はい、ということでこちらでございます。うん、可愛いんだけど、可愛いんだよ、めちゃくちゃ可愛いしすごい着痩せすると思うんだけど、髪色が全て台無しにしてる。私黒髪だったらこれ似合ってたのかな。いやでもまあこの色でも可愛いか。うん、全然可愛いわ。いや可愛いね、可愛いは可愛いんだけど見慣れてないだけかなまだね。でちょっとこんな感じで肩出さなくても着れるよみたいなね感じでございます。ということで次。はい、ということでモヘアタッチニットトップス着てみました。もう2年前からこれ持ってるので名前さすがに覚えてます。ちょっと今インナー黒のやつ着ちゃってるので黒い感じなんですけども、これはねもう本当に全女子が着てほしい。こんなのあのデートで着てこられたら男の子一コロですよっていうぐらいめちゃめちゃ可愛いし、ザ女の子っていう感じのトップスなので、ぜひ彼氏がいるおにゃの子は買ってみてください。ということで次。はい、ということで着てみました。待って本当にピンク私超似合わないね、もう春色が似合わなすぎてやばい。ブローレスアンブリッジって感じですかね私が着るとねちょっとどうしよう、本当に似合ってないな。これ下が パンツこれだからっていうのもあるかもしれないけど、だとしてもさこれ上だけ見たとしてもちょっと私似合ってないよね。マフちゃんがさこれさ着たら絶対似合う。あ、ごめんなさい。あ、かわいい、あーこのかわいさ。はい、ということで私に似合わないピンクトップスでした。これはちょっとたまちゃんが一番似合うかななんて思ってます。はい、ということで次。はい、ロゴニットトップス着てみました。こちらでーす。でもこういう系私あんま似合わないんだよね。まあニットの質感というものを私はちょっと今回はレビューしたいと思います。素肌に着てるんですけど全くチクチクしない、なんならもちもちで気持ちがいいです。ちょっと私こういう系似合わないですね。ということで次。はい、ということで黄色のニットカーディガン着ました。どうでしょう、多分ね画面越しで見たらねワンチャンいけるかなと思ってるんだけど、鏡越しして見るとね全然似合ってない本当にごめんなさい。似合ってないものってやっぱ似合ってないじゃないですか。このさ動画見てくれてる本当に心優しいみんなファンの子は黄色も全然すっごい似合ってるよって多分言ってくれると思うんだけど、やっぱりさ自分が似合ってないって思ったらもう似合ってないものとしか思えない。でもみんなが言ってくれる、みんなが似合ってるって言ってくれてるってことはさ似合ってるのかな、似合ってるのかな、わかんないな。でもちょっとさやっぱりわかんないけど、まあいっか、可愛いからいいよね。ということで次。はい、ということでトップスラストでございます。トップスっていうかお洋服ラストでございます。ちょっとねこのねニットキャミあのね肩紐が少し緩いので後ろかどっかで縛らなきゃかなっていう感じですね。まあ可愛いですねこれは。もうやっぱお腹出すのはちょっと冷えちゃうのでお腹あんま出したくないんですけどオッケーということで、はい、次はですねアウター。このさトレンチコートの着方がちょっとよく未だに分かってないんですけど、
待って、普通に可愛いじゃん。こんな感じでも着れるよって感じでしょ。これで着ても可愛いですし、袖が欲しいよってなった時は袖も付けれるよってことでしょ。え、これ可愛いよ。なんか色味もなんかちょうどいい感じする。ちょっとなんかピンク味がある感じがしてすごい可愛いじゃん。ということでラストのこれですね。2つ同じようなさ、ジャンルじゃなくてよかった。あ、結構大きめ。これ肩落として着たいやつやん。ということで以上、グレールのハッピーバッグ12点で5999円でございました。今回に関してはちょっと前回が本当に本当に当たりっていうレベルじゃないくらい、前回はもう本当に大当たりだったから、ちょっと今回はだいぶ点数下がるなって感じがしますね。春服が欲しい人はぜひ買ってみてください。春のものがたくさん入ってるので、どれか欲しい人ぜひあげますということで次に期待したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。